ウィレム・ディズワルトは、オランダの画家、版画家である。ハーグ派や、アムステルダム印象派の中で活動した、デンハーグで生まれた、弟のピーテルも画家になった。父親は、馬車作りの職人で、ウィレムも14歳になった1875年から、馬車作りの工房で働き始めた。余歌に絵を描き、雑誌に載った絵画の模写を始めた。1876年から、 ハーグの王立芸術アカデミーの夜間クラスに参加し、ハーグ派の画家、ヤコブ・マリスのスタジオで学んだ。マリスのスタジオで3年間学び、マリスからは画材を持たずに海岸の風景を見に行った後、スタジオでその印象を描くような教育も受けた。ハーグのマウリッツ・ハイソ美術館に収蔵された16世紀、17世紀の画家の作品を模写して修行し、ヨハネス・フェルメールやパウル・スポッテル。 レンブラント・ファンデインらのオランダの画家やドイツ、イタリアの画家の作品を研究した。1883年にパリも訪れた。1900年から1905年の間はアムステルダムで活動した。ハーグ派やアムステルダム印象派の中で活動した。ありがとうございます。